さんこんにちは。今日も絶好調。いろんなコードネームを理解して転調をしたりコード進行を理解しながら伴奏系をつけてみたり、楽しく曲奏をイメージして弾けるととてもピアノは演奏の幅も広がります。みんな暑いから少し夏バテ気味かもしれないね。先生も機械ではないから休んでもいいんだよ。毎日頑張らなくてもいいんだよ。楽しいからピアノは長く続けられるんだよ。最低限のお約束、書く宿題、弾く宿題もちゃんとやってきてくれた良い子には嬉しいご褒美があるんだよ。今日もスタジオジブリの散歩を少し転調して弾いてみます。コード進行を理解して2-5で弾いてみたり、転調をして弾けると演奏の幅も広がります。先生も機械ではありません。誰でも間違いやミスはあります。好きこそものの上手なれという言葉があります。今日もスタジオジブリの散歩、ミュージックオン。